皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。ワークライフバランス体操の時間です。これは日頃からのアンバランスな生活を見直し、ワークライフバランスに合った体作りのための体操です。ポイントに注意して皆さんの毎日を見直してみましょう。それではまず時短勤務バランスの運動から。椅子から腰を浮かして時短勤務で定時が来たのでお先に失礼しますの運動です。勤務時間を意識してインナーマッスルを鍛え、自分に合ったバランスで働くための運動です。はい、1、2、3、4、2、2、3、4。次は休暇伸制ふくらはぎストレッチです。休暇伸制を両手で出しながら片足ずつふくらはぎを伸ばしましょう。家庭の環境や家族の暮らしに応じて様々な休暇制度があります。必要な休みを気持ちよく取れるようサポートする人もお互い様の気持ちで運動しましょう。続いては悩みを話しやすい顔ごと相手に向けて聞く体勢の首筋筋肉ほぐしと胸を張って肩甲骨を寄せる運動です。育児や介護には支え合いが不可欠です。会社全体でお互いに悩みを話しやすい雰囲気作り、悩みは相談、話は聞くよの運動です。1、2、3、4、2、2、3、4。続いて両腕を顔の横に上げ、上半身を大きく前に、飛び込みたいから別世界に飛び込むぞの運動。仕事の効率を上げるためにもオンオフのメリハリをつけて趣味や楽しみに没頭できるよう別世界へ思い切って飛び込みリフレッシュしましょう。次は業務の資料を同僚と共有するワークシェアリングの運動です。短時間勤務などライフステージに応じた様々な働き方を実践し、自分に合った労働時間で働きましょう。同僚などと仕事をシェアして働くことで仕事と暮らしのバランスを整えましょう。1、2、3、4、2、2、3、4。テンポよくいきましょう。次は仕事とプライベートを充実させるアイデアありますの肩ほぐし運動。ワークライフバランス推進のためいろんなアイデアを出し合って、長く勤めたい会社、働くのが楽しい会社、人生を豊かにしてくれる会社を目指す運動です。指先も腕と一緒に伸ばしましょう。右の次は左腕を上げて1、2、3、4、2、2、3、4。次の運動は横から斜めからあるかもしれない無駄な仕事を発見するための脇腹伸ばしです。自分の仕事に無駄はないか、違う角度から見てみると無駄な仕事があるかもしれません。効率よく働き成果を出すための初めの一歩を促す運動です。人差し指を斜め上に突き出し、脇腹を大きく伸ばしましょう。左右を繰り返します。次はカバンを持った方が効率的な運動です。上司こそ時間内に仕事を終わらせたらとっとと帰るもも上げの運動です。就業時間が来たらまずはリーダー自身が席を立ち、仕事はできる、プライベートも充実、自分もそんな人になりたいと部下に思わせましょう。リズムよく足は交互に繰り返し行いましょう。1、2、3、4、2、2、3、4。次はオフィスショートスイッチオフのため、指先にまでしっかり力を入れ上腕筋を鍛える運動です。就業時間中の集中力を高め、生産性の向上を実現するために時間を管理しましょう。少しぐらいブーイングがあっても電気を消して部下の帰宅を促す運動です。最後は大きく深呼吸しながら行います。
部下からの産休、育休、介護休業の申請が来たら大きく振りかぶって気持ちよく応援する運動です。産休をはじめ育休や介護休業は法で定められた休業制度です。生活環境が変わっても働き続けられるよう企業もその遵守が大切です。何度も繰り返し運動しましょう。いかがでしたか？バランスの取れた食事も大切なことですが、仕事と生活のバランスの取れた生き方は健康で充実した毎日に欠かせないものです。この運動を通してあなたの職場にもワークライフバランスに取り組みましょう。